皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員の吉良よし子です。どうも。今日衆議院の法務委員会で共謀罪が強行採決されたこと、断固抗議したいと思います。同議の声も聞こえない、委員長の声も聞こえない強行採決。私国会議員になって4年ですけれども、なんとこの光景を見せられればいいんでしょうか。皆さんには民主主義が生きる政治をと訴えて、私は国会に送っていただきました。だからこそこうして何度も何度も民主主義を踏みにじる暴挙を繰り返している安倍政権、絶対に許すわけにはいきません。何としても打倒しようではありませんか。大体安倍政権、森友学園、加計学園、共謀しているのは政府の側ではないですか。そういう人たちに私たちの国民の内心の自由を踏みにじり、監視密告、物言わぬ社会を作る、そんな権利あるわけないじゃないですか。私には今年90になる祖母がいます。戦前軍国主義教育を受けてきた、そういう祖母です。彼女は今共謀罪のテレビを見るたびに、あの暗黒社会再び作られるのかと、そんな社会をひ孫に渡すわけにはいかないと話しています。彼女のひ孫、私の息子は1歳半になりますが、この子たちが自由に泣いて、自由に笑って、自由に物を言える、そういう社会を私は彼らに手渡したいと思うんです。それを邪魔するような政治は絶対に許すわけにはいきません。衆議院の本会議採決はまだされておりません。何としても衆議院での本会議での強行採決